から日本放送電波上にオープンする架空の店舗、今夜も皆様のご帰宅をメイドたちがお待ちしております。アットセブンティーンのご帰宅しませんか。ご主人様、お嬢様のご帰宅です。お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。アットセブンティーンのカニパンです。小エビです。よし、じゃあ、はい、ちょっと私の第一印象を聞きたいと思うんですけど、カニパンさんがまだドンキ店の店舗名だった時、そうで、あ、カニパンさん今日被るぞみたいな、で、あ、はじめまして、小エビです、よろしくお願いします、あ、カニパンですお願いしますみたいな、確かに言われる の新人さんのメールさんとかに、はい、いやカニパンさん最初めっちゃ怖くて超や同じくです。私は割と、はい、あるよ、みんなに興味ある、あるよ、あのみんなに興味あるんだけど、はいはいはい、表にあんまり出さないですよね。出ないのよ、はいはいはい、弱いそうだよね、わかる、気をつけるわ。そうだったんですね。小指ちゃんはこうやって周りのことをよく見れる子なんだなと思って、褒められた。なんか周りのことよく見ながら距離を詰めてくる子なんだなって思ったから、はい、縮まりましたね。縮まったね、やっと、うん、じゃあもういいんじゃないかなあ、そうですね、カニパンさん、はいはいはい、そうでした、そうでした、はいはいはい、ここは番組でありお屋敷なんです、うん、はい、今夜もご主人様がご帰宅されてますよ。どうも、思い出野郎Aチームの高橋誠でございます。よろしくお願いします。高橋誠、ご主人様。あ、どうも、すごいですね、ありがとうございます、帰りました、はい、はい、普段から呼ばれてるあだ名とかありますか。僕はこう漢数字の1って書いて誠って読むんで、結構みんながまこいちって呼ばれてまして、あ、そうなんですね、結構まこいちっていうのが、にゃんとかぴょんとかつけるとすごく可愛くなるんです。なるほど、いいですね。まこいちたんにしません。あ、まこいちたんにしましょう。いいですね、いいんですか。まこいちたん、ご主人様。はい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 、はい、じゃあまこいちたん、ご主人様。あ、どうもどうも、はいはい、お帰りなさいませ。はい、ただいま、はい、どうも。はい、8人組でやられているんですよね、うん、はい、そうなんです、はい、多摩美術大学美大で結成しまして、なかなかね、ほんとこういう綺麗なねメイドさんたちとは全く縁がないんでね、はい、今日はほんといいですね、こういう現場もね。じゃあちょっと私たちがいつもどんなお給仕をしているかというと、あのご主人様が召し上がるものに、はい、もっと美味しくなるように愛情を込めたりとかしてるんですけど、あ、はいはいはい、せっかくなので噂のやつだ、はいはいはい、あの、まこいちさん、ご主人様の萌えウォーターに、はい、萌えウォーターね、はいはいはい、あの愛情を込めさせていただいてもよろしいですか。いいんですか。はい、まず胸の前でハートを作っていただいて、左から萌え萌えと左右に揺らします。そしたらキューンって、愛情とソウルを込めて、ソウルを込めて、ね、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあいきます、はい、せーの、萌え萌えキューン。どうだ、あ、すごいですね。これは甘みが増した気がします。はい、軟水になったと言いますか、硬水から軟水に柔らかくなりましたか。はいはい、やりました、萌え萌え、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ主人様、はいはい、今日はこんなメニューをご用意させていただきました。萌、はい、え萌え楽曲バナチ、はい、はい、では9月にファースト EP、はい、楽しく暮らそうリリース、はいはいはい、なんか歌詞がどうしようもない不安を持って生きてるなんか自分たちになんか染みるっていうか、なんか帰りの電車で聴きたくなるような、あ、大丈夫ですか。ええと思って、ありがとうございます。はい、そうか、そんな響いてもらえますかね、綺麗なお嬢さん方にも、伝わりやすい、え、そうなんですよ、なんか、いけますか、入りやすい、なんかテレビがまた映す、誰かが泣いたニュースとか、はいはいはい、なんか、あー、でも日常で、ね、そう、客観的に見てるけど、うん、確かにいつもそんなの流れてるなとか、なんか電車の中で SNS 言葉をすり減らすって、はいはい、確かに140文字ってすごい区切、なんか出るなって限られてる文字数に、はいはい、どんだけなんか感情がない言葉をつぶやいてるなとかすごい思って、はいはい、歌を聴きながら歌詞も見て思ってました。二人ともめちゃくちゃしっかりしてますね。他のアイドルさんとかにも結構、うん、あの楽曲提供をしてるって聞いたんですけど、はい、俺ら本当にアイドルから、まあ言ってみたら程遠いというか、はい、反対語みたいな集団なんですけど、結構そうお話いただいて、はい、まあ、リリカルスクールとネギッコさんにそれぞれ、はいはい、曲と歌詞もあのネギッコはやったりとかしたんですけど、はい、アイドルの人たちだからやっぱ生半可なものが出せないというか、結構時間かけてみんなちょっと緊張しながら演奏したというか、でもなんかリリスクさんの曲とかすごい聞いただけで、うん、あ、はいはい、
思い出野郎さんっぽいなみたいな感じはありますよね。ぜひね、はい、私たちにもやっちゃいますか。そうですね、アットセブンティーにもぜひ。全然もう何でもやってくれる。本当ですか。いや全然やりますよ。本当ですか。萌えソウルミュージック、萌えソウルミュージック、萌えソウルミュージックありかもしれない。金の匂いがします。アメちゃんの匂いが、アメちゃんの匂いがしますね。ぜひ、はいはい、ご主人様、はいはい、そろそろお出かけのお時間となってしまいました。もうそんな時間ですか。早いですね、はい、では曲紹介をお願いします、はい。思い出野郎ミニアルバム楽しく暮らそうから、リード曲楽しく暮らそうをお聴きください。せーの、萌え萌えキュー。あ、グルーヴが増してる。それではまこいちさん、ご主人様、はいはいはい、また来週のご帰宅をお待ちしております。はい、はい、どうもです。行ってきます。いらっしゃいませ、ご主人様。はい、どうもです。A チームで楽しく暮らそうでした。アットセブンティーンのご帰宅しませんか。ではご主人様、お嬢様からのお便りをお待ちしております。宛先は17@1242.com まで。このお給仕の模様はアーカイブで聞くことができます。また萌えチャージのアフタートークをアットセブンティーンの公式 YouTube チャンネルでもお楽しみいただけます。詳しくは日本放送番組ページをご確認ください。以上、今日でだいぶ距離が縮まったアットセブンティーンのカニパンと小エビでした。またのご帰宅お待ちしております。いってらっしゃいませ、ご主人様、お嬢様。